あの積み落としですけどね、あの、積み落としはお尻が見えてから、だからこう正面じゃできない、正面じゃだからお尻が必ず見えるためには転換をしてお尻が見える、はい、お尻が見える、それから止まらないお尻が見えて積み落とし、今お手返しみたいですか、積み落とし、お尻が見えて積み落とし、そういう風に自分で正面から積み落としはできないんですか、絶対にやろうと思えば必ずできる、だからお尻が見えてから積み落とし、お尻が見えて、まあ、それで少しこのお芝居でからって言いましたけど、この手が曲がっているとってから、この筋肉使っていると、この筋肉が相手が筋肉を持っていると、肛門には引っ張り込むんですね。その時はできない、この筋肉。この筋肉を使わせない。使わないようにしたいみたいな。使わないようにするには、ね、曲げてたらいつまでたってもやられちゃうんだから、だから必ず伸ばす。伸ばす。伸ばす。たところだったら筋肉が曲がる、筋肉使えないから、使えないから糸が、そうそれで落とす、そういうふうにやる、そういうことを気をつけないと相手が曲がったまま、こう見えちゃう、そう、ま、この筋肉使ってるから、これを伸ばすことです、先決のために伸ばしてる、伸ばしてればでも曲がってるといかないよ、伸ばす、伸ばして、その辺注意して、もう一回。だから5になっちゃったらやられちゃう、5になっちゃったらこれ筋肉使われちゃうし、もう5になったらこれボッと取られちゃってやられちゃう、だからこうやって見せた時にほら5になってない、そしてこの筋肉使えないように伸ばしてね、こうやってきて伸ばして、そしていいとこもらって、そういう形で、そういう形じゃないとみんなこう変わらないかもしれない、正面からできないっていう、だから、その洗脳とだから筋肉を使わないように伸ばすっていうのが大事、それを場所が大事で、今度はこういうふうにやりましょう、これこの手使うこと、この手使うことによってこの手使うこと、そしてこの筋肉と線でもらうことね、だからこうやってさらこうこうなってる、あと筋肉も正面から入るね、このね転換、さっきは転換してあちらへどんどんやったんだけど、あちらへどんどんやったことによって伸びたんだけど、そしてこうやって戻したんだけど、今度は正面から入って正面から入って、そして当てに、よし、当てには何のためにおばさんに当てに入れたわけじゃなくて、おばさんに、おばさんにこれ以上来ないでって殴って彼に衝撃を与えたりとか、壊しちゃうことない、来ないでねって言ったら、この手伸ばすために伸ばすためにこれ以上入っちゃやだよ、で、そしていい位置もらって下げて、で、いい位置っていうのはお尻の下の、本当はね、本当はお尻でも、こういう位置でも、こういう位置でも行くの、こうやって落とせば伸びてる、位置はどうでもいいの、で本当はお尻の彼のこのお尻の下の方がいいに決まってる、お尻の下の方がいいんだけど、こういう位置でも大丈夫、伸びてればこういう締め落としもいいし、こういう締め落としもいいし、こういう締め落とし、位置は関係ない、伸びてる、それとこの、じゃあ今度はこの両手使って、
今度からこっちね、こっち来て見せて、こっちです。そして、こう同じでしょ。今までは全部こっち、この手でね、この手こうやって、この手掴んだ手を同じ手で掴んだ手を同じ手でこう、ね、こうやってやったり、でこの筋肉使わせない、ね、筋肉使ってやられちゃうから、いいよ、来たり来て、なるる前こう、こう受けて、なるる、なるる、なるかも、やってもいいな。今度はこっちの皆さん、うまいんだ。